を仕切ってるマフィアのボス、カポネ。カポネファミリーは兄弟で、誰も奴にお縄はかけられない。オラオラ死神様の通りだ、道を開けやがれ。ボスの命令だ、悪く思うな。相変わらず地味に仕事してやがんな、ランスキー。騒がしいと思ったらお前か、うちあの品のなさ、顔に出てるぞ。ああ、カポネの手下で凄腕の二人だが、二人は反りが合わないことで有名だった。ボスがお前をお呼びだ、ついてこい。金にがめついお前をクビにって話じゃねえか。言ってろ、クビになるなら騒がしいお前だ。なこら、お前ら今日からコンビで仕事しよう。はこいつと。反論は認めない。ボスへの反逆はすなわち死だ。最初の仕事だ、行ってこい。しんがりを任せろ、てめえのケツは守ってやるよ。腕は確かなんだがな、その口の悪さどうにかしろ。ずいぶんマシになったじゃねえか。まだお前の方がうまい。当たり前だっつうのはマジだからな。本気のお前を追い抜く。こっちのセリフだバカ野郎。カポネを取るのに邪魔だな、あのコンビ。首を洗って待ってろ、カポネ。やれやれ、俺は穏やかに暮らしたいんだがな。僕はベンジャミン、生まれつき体が弱くて、ベッドの上から降りられない。ランスキーの野郎、俺様に弟のおもりだと。兄ちゃんがここに人連れてきたの初めてだ。あ、よほどルチアーノさんのことを信じてるんだね。あいつに言うんじゃねえぞ、俺もだ。忘れるな、お前の仕事は警察からのスパイだ。分かってる。弟の手術成功するといいな。お前次第だろう。弟には手を出さない約束だ。ルチアーノをやれ、やつ邪魔だ。はあ、ルチアーノさん、兄ちゃんのことよろしくね。ああ任せろ。忘れるな、お前はただの駒だ。そして俺はカポネを取る。俺舞台が楽しい。セリフがあるとかないとかじゃない、みんなといる舞台だからだ。俺は秋組の七尾太一だ。ナチ、お前の夢見た場所からは最高の景色が見えるぞ。見守っててくれ、俺は板の上で精一杯生きる。ルチアーノ、上っ面だけ見るなと言っただろう。お前たちはお互いの本当をまだ見ていない。ユキオさん、恩返しのつもりが結局今ももらっています。いつか必ずお返しします。あんたにもらったこの夢の先で。兄ちゃん、ルチアーノさんを助けに行って。お前どうしてそれを。弟なめんなよ、兄弟だろ、顔でわかる。友を裏切るな、兄ちゃんが僕に教えてくれたことだよ。しかし俺は、僕は兄ちゃんの弟だから病気なんかに負けないよ。僕のために、僕は僕で生きるから。さすが俺の弟だ。結局てめえなんだな、俺を熱くさせんのは。行くぞ、俺とお前なら怖いもんね。
しやがる。知ってるか、手錠をはめられる気分ってのは。ああ、ありゃ最悪だ。ご愁傷様。ラスキーとルチアーノが逃げました。で、手土産にこいつってわけか。俺は警察だ。俺に手を出すとどうなるか分かってるのか。知らねえよ。俺は悪党だからな。いなくなりやがったか。気に入ってたんだがな、あの二人。まあしょうがねえ、あいつらを結びつけたのは俺だしな。これからどうする。あいつのために金がいるだろう。用心棒でもするか。それかスパイとかな。儲かるぜ。おいおい懲りねえやつだな。まあなんでもいいや。なんでもいいんすか。オーバーパスキルだが楽しそう。